はい、どうもフェイでございます。今日はちょっとね、面白い、あこんにちは、こんにちは、ノリ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 、こんにちは、今日テンション高いです、こんにちは、あこんにちは、はい、アウト今日はね、のけげんがどこで見つけてきたこのタコスカーの上からね、始めております。タコス説明する要素が多い、説明する要素が多いよ。堀本さん見るためにさ、動かすと堀本さん落としそうになっちゃう。あーこれ、あーすごい、そこ、このタコスカすごいよね。スラムスラムだー、あー死亡したって、死亡したって言ってる。当たってないけど、ちょっと今映像的にはすごかったよ。なんだろうね、何やってんすか。すごいの来た。これいくらですか。こんにちは。あ、これ安いんで大丈夫です。安いんですか。あ、燃えてる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 、エモスターが燃えちゃった今。熱い熱い。毎回この始まりだけどいいのかね、これね。なんかちょっと今回すごいっすね、なんかね。ちょっと、まあまあ、ちょっと距離感見余りました。見余りましたね、今ね。なんかただの衝撃映像になりました。ちょっとこの絵代わりのためにこのトラック見た、今のすごかったでしょ。基本的にパターンとしてはもうスラムダンク。そう、今のすごかった。並んでください。はい、じゃあ、はい、今日はこのメンバーでやってきます。川尾さんはね、ちょっと性病で今日お休みなんでね。ですね、はい、じゃあみんなでやっていきましょう、強盗ミッション、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。性病ってのは本当ですよ。はい、じゃあね、今回は強盗ミッションの続きのヒューメイン研究所襲撃やっていきます。ヒューメイン、ヒューメイン、ヒューメイン、ワヌスワヌスワニスね、ワニス。あ、ワニス。ワニスより近づいちゃった。より答えに近づいちゃった。捨てちゃってるからな。より答えに近づいちゃった。やべやべやべ。だそれあとみんな意味わかんないから大丈夫。そう。みんな、のけげんチャンネル見てね。あ、ありがとうございます。見ないとわかんないからね。そうそう、見てない人わかんないから。そう。ワニスが知りたい人は、のけげんチャンネル。はい、見てください。ありがとうございます。ワニスといえば、のけげんチャンネル。いや、そう、象徴みたいに言うのやめて。毎回俺、ワニスって言わないといけないから。ワニスっていうのはね。ワニゲンです。いやー、来たよ。来た来た来た。もうダメだ、ダメのやつ来た。ダメのやつ入ってきたよ。いや、絶対成功しないだろ、こいつら。ほら、クワマンと、クワマンとおじいちゃん。天才がまあ、俺たちはいますからね。天才ですから。天才映んないかな。あー、いましたね。でもなんか、ああ、でもなんかこっち向いてほしい、もうちょい。ああ、すごい。なんか、フェイさんのキャラクターなんか未来の女八海みたいです。なんで現代じゃないの。未来の。ちょっと豚っ腹だし。そう、だから未来の女八海だわ。お前らのキャラに言われたくねえよ。その面で人の悪口言うんじゃない。俺もさんのね、おっぱいが汚い。位置がね、おっぱいの位置がね。おっぱいの位置が。Don't worry about the why, just worry about the how. これ何するんですか今回。全然聞いてなかったんですか。ヒューメイン襲撃って書いてある。じゃあ襲撃しましょう。ヒューメインって誰ですか。ヒューメインからボールを奪えばいいんですか。まあそうですね。たまにね、ちゃんと桜木の設定をぶち込んでくるのが面白いですよね。でもなんかね、コメント聞く限りそんなに詳しくなさそう。誰でも思いつきそうだね、やつ言ってくる。知識が浅いんだよ。ちゃんと聞いて、これ話聞いてる、うん、なんかさっき装甲車がどうこうって書いてあったよ。来ましたね。なんか、演習を行っているって。ほら、ゴルベーザしてんのの話とかちゃんと聞いて。練習中。ヒューメイン練習中。そう、練習中。はいはいはい。話聞いてないだろ、こいつらの。態度がさ。はい、行くよ。OK。ふざけてる。キーコードって書いてあった。キーコードしよう。はい。キーコードしよう。キーコードしよう。これなんかいじるんだっけ？これいじんなくていいか。はい。はい。プレイをしますよ。はい。プレイ。おお。なになに？頑張ります。アザラシみたいになってる。やはり南。ボディーガード。ボディーガードダメそうって言おうと思ったら、買い手の方がもっとダメそうだった。何を買っちゃおうかな。今日は何を買っちゃおうかな。
この買い手何買うんだ。そうそう、その顔でさ、そのスーツってどうなのね。いや、ほんとこれ、バッシュ、バッシュ買ってくるの。あの、こうどうしよう、ネクタイがバラバラ。なんで、なんでコリモスさん、ま、ちょっとなんかメンチ切り気味なのだ。ボディーガードなんでね。あ、なるほどね。やんのか。やんのかっつって。ああ、いいっすね。いや、まあ、俺と、のげげが見張りなんだね。なんで俺こんなカジュアルな格好なの。のげげんはなんかスーツ着てるのに。あ、これ変えられますよ、コスチュームタイプ。あ、本当だ、今ね、変えれた。半袖にしてきた。マネージャー。あ、本当だ、スーツにできるんじゃん。あ、俺もスーツがいいな。じゃあこれで、スタイリッシュで。あ、いいっすね。俺スタイリッシュって感じじゃん。そうだね。ルーズがいい、ルーズ。これでいこう。じゃあいきますよ。はい。あ、全然何するのか分かんないけど、全員今回別なんですね、1回目は。じゃあ、見張り北ですね、私は。見張り南。見張り南と北ってことは多分俺とノゲゲンは割と近いってことですよ ね、 きっと。私買いますから。え、買うってどういうことですか。買いますから。ってことは俺赤鬼さんをガードするってこと。ガードしてください。あ、買いますから。そういうことだよ。多分ガードを買いて、買いて赤鬼さんの方が強そうだけど、これ買いて買いてっぽい面してるな、これ桜木。じゃあ行きます、準備完了。どう、一番やっぱ買い手が一番やっぱちょっと違和感があるんですけど。買い手って何？何出てきた？何買っちゃうよ。みんな買っちゃうよ。クソクソブルースブラザーズ。多分あの JP イエンで買えるやつ買うんじゃないですか。いきなり引かれた。おらー！色紙を乗ろうと思ったら。あー！あ、置いてかれた。あ、乗ってください、乗ってください。あ、じゃあさすがボディーガード、さすがボディーガード。ガードしてよ。ビビダル車まだいち早く乗せたよ。待ち合わせ場所に行きます。こっちがいいぜ、この車よ。ちくそれ乗ろうと思ったら、なんか知らないやつに引かれました。一瞬ね、ピンクのバイクがあって、一瞬気持ち惑わされた。ピンクになんかその引かれちゃう。全部バイクね、まあ、ちなみに僕今そのピンクのバイク乗ってます。それ多分コリモスさんのバイク。私のバイクだと思う。そうだよね。ありがとうございます。みんな自分のじゃろ。そう、自分の乗って。いやー、俺この車が好きなの。じゃあ、好きな子に意地悪しちゃう。しょうがない、買っちゃうよ。あー、ちょっと買っちゃうよ。赤鬼会に追悼された。ごめんなさい、ごめんなさい。買っちゃうよ、もうほんと買っちゃうよ。買っちゃう。 JPN で何買う。 JPN 買っちゃうよ。見晴らしのいい場所に行けだって。 OK。 うん、はい、ここかな。俺でもさ、なんか俺とのげげん北と南って言われてるけど、配置につけって書いてある。あ、ここなんだ。多分赤織さんと私はここに。もうよろしい、よろしい、よろしい。見晴らしのいい場所って。俺ここって言われたよ。売り手待ちで。ってことはのげげん多分トイメンのどっかじゃない。俺なんか今見晴らしの、あ、これだこれだ、ここだ。はいはいはい、着いた着いた。取引相手が待ち合わせ場所に。あ、のげげんそこか。はあはあ、食べよう。多分のこれおドンパチ始まったら俺とノゲンが上から撃つ。なんか来た来た。あー、なるほどなるほど。奥からね、すごい頭の色した人が歩いてる。え、どれ。わかりました。あ、ヘリが飛んできた。え、俺、え、全然人見えないんだよ。俺からはもうバッチリ今2人見えます。2人は見えてるけど、そのすごい頭の人は見えない。あ、それははい、俺からは見えない。すごい頭の人って何だったら俺なんですか。あ、それかもしれないです。あ、それなんだ。未来の小破壊ね。いや、なんそれ。未来の佐合城どこ行っちゃう。小破壊だけ来ちゃった。小破壊だけいる。なるほどね。あとなんか真ん中出て、あのボディーガードがめっちゃ、あと2人でめっちゃ踊。まだ来ない来ない来ない。早く来て早く来て。ボディーガードいない。この距離感でね、この距離感でそのダンス面白い。早く取引ちゃんとしろ。はしゃいでる、すげえはしゃいでる。来た来た、なんか誰か来ましたよ、ほら。バレちゃうだろうが。絶対違うだろ、これ。アクションカード取りに来たんじゃないだろ。はい、来たよ。直感で分かる。直感で分かるよ、こいつら。違うよ。パー違う人だよ。買うよ。買っちゃ買っちゃうよ。すごいな。よく笑わないでいられますね、この人ね。絶対笑っちゃうと思うわ、これ。なんでコリモさんのキャラってさ、一貫してサングラス取ると目が綺麗だ。FF もそうだ。そうピュアなの、ピュア。ちゃうよ。でもそうだったけど。本人も含めてそうなの。そう、コリモさんピュアだからな。あ、なんか来たよ、ほら。え、おめえやー。あー。気合いたー。FIB って書いてある。FIB って。レディースが逃げてった。レディース逃げたね。はい。
そっち大丈夫？大丈夫大丈夫。オッケー。俺あの正面の道路が撃ってるから。あ、後ろからめっちゃ来てる。そう、後ろに来てるから気をつけてよ。後ろ来てるから。あ、後ろ、そう、後ろお願いします。あ、死んだ。買い手が死んだ。開始だ。買い手が延長を原因しますけど、やつら。すげえ勝つ。相手は私です。すげえ勝つ。車でドーン。だ、囲まれてる、囲まれてる。むしろこれあれか、野毛源の立ち位置から見たら俺がこの裏手に行った方がいい。そう。オッケーオッケー、分かった。あ、ボディガードも死んだ。ボディガード死んだ。下の二人やっぱちょっときついね、広いところだから。これどうしましょう、ね、あ、じゃあ俺が道路側打って、はい、俺が道路側、ね、俺がやっぱり道側だね、分かったから。次それしましょう。ちゃんと現在地からだ。ちゃんとあそこ打ちます。あそこ打って。あそこ打つ。マヌス。そう、ちょっとね、ワヌスやめろって。酔っちゃってんだよ、本当のやつ。のげげんチャンネルのおなじみの。俺ね、分かった、俺分かったことがあるんですよ。なに。いや、車、あ、車をバリケードとして寄せとくと。そうなるほどね、賢い。あかね天道あかね車開かない。あんまね、これまだ破壊すればいいんじゃない。買い手がだいぶ遠くに行っちまったんだけど。買い手が走ってたぞ。なんか開かない。その車動かせないんじゃないですか。なんかダメなのかな。のど飴。のど飴でしたっけ。これ俺と黒飴じゃない。俺らちょっとこの手伝うか、車動かすの。あー、そうっすね。あー、自分の持ってきた。この車動かせないんですよ。あ、ほんと。あ、エリアを出ただって。早く戻って。エリア88。メンバーが配置につくのを待ってる。だからあんま動いちゃいけないんです。え、なにこれ、失敗になっちゃう。なにこれ。俺のことそう。危ねえ。黄色のとこにいないとダメみたいな。なるほどね。早く。それでいける？早く。早く。めっちゃ戻ってる。すげえはしゃいでる。早く。撃たれた。早く。踊れ。早く。来んのかな、取引。この間が暇だな、意外と。早く。だこれはさ、銃出しちゃダメだじゃん。わかんないけど。さっきあのリスタートポイントが結構いい位置だったんですよ、ガレージの中みたいなとこで。このガレージの中入れば。どこに陣取るかだよね、位置的に。移動します。いや、もうあのイベントの直後ぐらいがいいと思います。どっち行ったんですか、直後。なんかあれ、コンピューターの車が赤鬼カーがあることによってうまく中に入ってこれてなくないですか。本当だ、本当だ。ほら困ってる。ちょっと配置に戻る。待ってるよ。配置にバカだな。ああ、行っちゃったよ、ほら。行っちゃったよ。ほら、もうテレヤか、テレヤ。ピンクの車があるから。テレヤだ。お前の車が思いっきり道塞いでっから出てっちゃったよ。テレヤ。あれ、戻ってくんの。テレヤさん戻ってくんの。来た。ああ、いいね。あ、同じ状態じゃない。同じ状態じゃない。これ助けてあげて。そう、移動してきますよ。あった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 車。こんなことになる。バカみたいなの。ガンガン。バカなのね、この人。バカなのかな。あ、あ、何やってんだよ、これ。何この時間、なんすか、これ。何が始まんねえだろ。何してんだよ。バカなの？取引先のバカが悪いんだよ、あれ。そうですね、ずっとあのなんか、パークのとこ。そんなに料金に不満があったのかな。ガンガンっつって。高いっつって。駐車料高いっつって。何やってんの？抗議の仕方がバカでしょ。注意したわよ。ちょっと、バリケード的な車をどっかから作ってきてもいいですか？我々も先に。
一個さ、あの路地塞ごうぜ、車で。そうだね、あの路地を塞ぎましょうか、ね。あ、車がいない。この周りの人超迷惑ね。ここ通ったばっかり。各地で車を襲って奪って。はい、ゲットしました。はーい。じゃあ私ども。大きめの車にしよう。よし。出した。ここに止まってる車はダメなんだ。それはなんか乗れないんですよ。ません。オッケーオッケー。俺もあっち側に1台止めた。もう1個ぐらい盗んどくかな。あ、トラックがいる。いいね。あ、ガオニさんのそのバリケードすげえいい。いや、今から君たちにスーパーバリケードあげるから、ね、待つ。あ、これくれ。ほら、お前ら、これが欲しいんやろ、これが。ほら。OK。これ、どこにある？どこがいい？逆サイド。どこにある？でっかい、でっかい。これ、どこ行く？ここ行く？ここ行く？そうだ、そこら辺にこう。いや、こうやってやると、俺多分ね、あの角度からね、多分敵1ミリも見えなくなって撃てない。あ、そこだ。そこ開いた。開いた、開いた。そこに入ればいいです、我々は。OK。そこの前に車止めといてもらえれば。あ、じゃあこう、はい、こうそ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 う。ああ、引かれた引いちゃった引いちゃった当たっちゃった。これでいいですかね。これでこれいいじゃないですか。はーい、準備万端だな。いや、見晴らしのいい場所着いたんで、あと時間で始まります。さあ早く買い手がすごい、買い手のテンションが買い手がすごいな。買いたくてしょうがない。早く売ってくれ。めっちゃ殺してえわ。この野郎。早く来い。はしゃいでんな。今俺あの今引き金引いたらあの赤織さんの頭吹き飛びます。早く売り手は早く。腹立つわこいつら。早く何やってんだ。またオンステージ。俺今2人あのスナイパーのスコープで拡大して覗いてる。早く何やってんだよ。何揃ってんの。来た。早く あ、来た。 You here for the access codes?絶対違うよ。だってそう判断したんだよ、こいつら。あー、消えちゃうのか。どう？あー、消えてるね。あー、マジか。やっぱりそんなことさせない。あー。隠れて。ガレージに隠れて。ガレージが。開かない。開かなくてすげえ困ってる。あぶねー。あれで思い出したんですけど、なんか最近あのカウソ君がリアルで、あの自動ドアがカウソ君を認識してくれなくて開かない。リアルの存在感がどんどん薄くなってくる。あれ行けるかな。こっちは余裕ですよ。あー、怖い。たまに撃たれる、あの道路側から。そう、道路側ね、ちょっと距離遠いんだよな。下降りた方がいいかな、俺。道路側に1個爆弾投げるわ。あ、そうなんね、お願いします。ちょっとうまいこと当たるかわかんない。路地側をやってますけど、たまにっていうか、2、3発で大体もらいます。あ、お願いします。あ、結構いっぱい。あ、ブリーフケースを入手しろにあったね、目的が。俺、今行くと死んじゃうな。ブリーフケースどこよ。あそこだ、真ん中にあるね。でもあれはお前ら二人で行ってもらうしかないの、知的に。分かった。ここで行く。待ってちゃんと掃除してからでいいよ。はい、道路側はエンドします。
あーいた。スナイプされた。スナイプみたいなことだ。おえー、よし、 HP に気をつけて。 HP 残量とりあえず取ったけど、あー全然遠くに出されたよ。あーいて、おー、しかしだ。ブリーフケースどうやって取るかこれ。ちょっとあ、やっぱあれだよ、いつもの通りにある程度掃除してから動くってやつやろう。じゃあ、ね、ちゃんと終わりがあるはず。取引場所に着いたの見計らったら一回下に出るか。いや、上から打ってもらった方がよくないですか。上きついですか。上はなんかね、届かないんですよね。今度こそなんとかしましょう。あー、また引っかかった。おのーし、あ、なんかロケットランチャーみたいなのが来たよ。これ撃ってます。もうロケット、ロケランチャー。俺もあの道路側に地雷に 2,3 個投げた。地雷じゃねえよ、手榴弾。すげえな、取り囲まれてる。そうそう、今赤鬼が撃ってる方角は俺カバーできないからここやってる。はいはい。いやー、めっちゃ出てきた、やばいね。いいじゃないよ。火炎瓶全然届かねえ。ここ結構痛いな、離れる。微妙に食らえますよね、そこ。これでだいぶいったんじゃない。あと2人ぐらい。ブリーフケースフェーズになった。よしよし。俺が撃てないところから1人来てるのと、あの道路側にまた追加で車が何台か来てる。OK、ちょっとこれら終わるまで行かないっす。 OK、 いや行かなくていいっす。はい、俺結構撃たれてんだ。ちょこちょこ撃たれんすよね。血まみれだった。 HP 残量に気をつけて。うん、あ、投げ込んじゃった。あ、なんか、あ、赤鬼が自滅した。何してんの。すいません、手榴弾が手前に目の前にぶっ飛んでたんだけど気をつけろ気をつけろ。目の前投げたらコリモさんも一緒に死ぬから、そんな密室で。あ、帰れないな。あのね、裏から一人来てるから気をつけて。あ、死んだ死んだ。これやったかなって。これで全部収まったんじゃない。スイープレース行きます。行ってください。で俺らがどう。あ、一人いる一人いる、気をつけて。オッケーオッケー、取ったで、計画ルームまで行く。 あ、やべ、高すぎた。おー、大丈夫か。びっくりした。車乗った。じゃあ、のげげん俺と行こうか。オッケー。おでは、おで、どこどこ、赤鬼さんどこ。ここ乗って、はい、緑の車。はっぱ、はい、行きます。あいつら警備しよう。ついてくる。よし、俺は助手席から撃つぜ。タブもありついてないっすね、ポリスマーク。ああ、ほんとだ。きちっと掃除したけどね、今。でも遠くに赤い丸2つあったよ、うん、残り2人いたね。いたよね。あ、来た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 。ちょうだ。あ、来た。俺らは戦わなきゃいけない。死ぬと終わりなんだよ。どんどん進んじゃいます。やべやべやべ、止まるね。腕がニョキってる。流れ弾で死ぬだ。これもうあれだね、警察に追われるとかじゃないね。FIB ですか。 FIB なんで。とりあえずこれで今回のこれは終わりかな。いやいや、まだ安心すんなよお前。そうっすね、銀行ミッションの俺らどれだけ苦労してると思ってお前、俺ら編集してるけどあれ本当にあの何倍もやってるからね。3時間とか4時間とか。あれ、ついたついた。動画で見るとね、はい、30分ぐらい。動画で見てると本当に短く見えるだろう。急げー急げー、いけゴーゴーゴー。やった、いた。オッケー、いったいいね、いいねいいね本当あの NPC に入ってこれなかったのが面白かった失敗してた。ガンガンふざけんだよって。帰ってきた帰ってきた。あー、目がきれ、血まみれ。ちょろかったわ、正直ちょろかったわ。なんだこれ、ゲットしたなんか。これあのウェブマネーです。ウェブマネーウェブマネーコンビニで売ってるやつ。俺とのげげも胸に7つぐらいの北斗の剣みたいになブロンズとシルバー受ける。チキショウ受ける受けるなんでゴールドも怒れるの受ける。
色紙を取りたかったな。あ、みんな思うの。乾杯しようかも。みんなちょっと人んちの酒勝手に飲まないでくれる。あ、俺もな、めちゃめちゃ玉食らっちゃって、ワイルドキャットに近づいちゃう。すごい。ちょっとね、次のミッション来るまで待ってください。